ガラン腸とも呼ばれるペリカンは驚くほどの伸縮性で、自分の胃腸よりも多くの食べ物を入れることができる喉袋と長いくちばしを使って狩りをすることで有名ですよね。まるで網で魚を捕るように、魚と水を口の中いっぱいに含んだまま頭を傾けて、くちばしの間から水を抜き、魚だけを飲み込むという方法で食事をします。しかし、自分の喉袋のサイズに対してよほど自信があるのか、とりあえず口に入れてみて、いけそうなら飲み込むといった感じで、すべてのものを口に入れてみるという食習慣を持っていて、魚じゃなくとも鳩やカモのような自分より体が小さい鳥はもとより、ウサギのような小動物から、パッと見飲み込んだら喉が裂けそうな猫、犬、カピバラ、カンガルー、クマ、さらに人間まで、くちばしでつつく姿が捉えられたりしています。あんなことしたら喉袋が破れるんじゃねえかと心配になりますが、基本的にはペリカンの喉袋はもともと伸縮性が高いため、そんなに簡単に破れはしませんが、もし魚の骨や釣り針のような尖った物体が引っかかってしまうと破れる場合もあるといいます。しかし喉袋の回復力は優れており、重傷でなければ自然に治りますが、もし広く破れてしまって捕まえようとした獲物が穴から落ちるレベルだと、食事がまともにできず喉袋が回復する前に徐々に飢えて死ぬこともあると言います。なので、このようにひどく負傷したペリカンを発見すると、野生動物団体が救助して面倒を見たり、深刻な場合は手術をすることもあるのだとか。救助されたペリカンは通常長い間飢えていて体力がない状態であるため、まずは餌を食べて体調を回復させることが重要だと言います。そのため取り急ぎ外科用ホチキスで応急処置を行い助けたりもしますが、その後麻酔や手術をして回復させるとなると、ペリカンの体にとっては大きな負担になるため、体調がある程度回復してから必要だと判断された時のみ手術を行うことになります。そのような手術はすでに壊死した組織を取り出し繊細に縫合しなければならないので、かなり難しい作業です。しかし近年、このようにペリカンの喉袋が破れる一番の理由は人間が原因だと言われています。ペリカンを可愛がって餌をあげ続けると、これに慣れたペリカンが自分で生きている魚を捕まえようとせず、人が捨てた魚の死骸を拾って食べたり、労せず魚をもらおうと釣り場の近くに集まって、死んだ魚の骨や釣り針、もしくはそれ以外の人が使う尖ったものを飲み込む確率が高くなるためです。なので一部地域ではペリカンに餌をあげることを法律で禁止しているのだとか。今日はペリカンが持つ何でも飲み込めるという自信の源、喉袋が破けるとどうなるかについて調べてみました。ココボラが準備した話はここまでです。楽しんでいただけたらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。